賞と言われました。よく逆転しました、はい、さあそして見事と言いますとこちら北京で行われたフィギュアスケートグランプリシリーズ第3戦、浅田真央ちゃん見事に優勝、トリプルアクセルも完璧に決めてくれました、はい、今回完璧なトリプルアクセルを飛んだ浅田選手ですが、全体的な滑りには納得いかない様子です。その裏側には1年半の休養で培った浅田選手の進化が見えてきました。昨日のフリー直前、重圧を振り払うかのような仕草を見せた25歳の浅田真央、完全復活の幕が開いた。トリプルアクセル綺麗に決まりました。鮮やか、流れも良かった、ね、まさに完璧なトリプルアクセル。その後転倒はあったものの、ここで転倒、今回の優勝で2011年のロシア杯から続くグランプリシリーズの連勝記録を8に、キム・ヨナの7連勝を超え女子最多となった。とりわけ圧巻だったのが2年ぶりの復帰にかかわらず最高難度の構成で臨んだショートプログラム。トリプルアクセル決めた、トリプルフリップ、トリプルループ、これも決めました。なんといい選手なのか。最高難度のプログラムを演じ切り、ただ一人70点台を叩き出したのだ。自分自身がこの舞台に本当に心から戻ってきたいって思えたときが、本当に自分のこの演技にすごくいい方向に向かっているのかなというふうに思います。心から戻ってきたかったという浅田選手、一体休養前と比べ何が変わったのか。その進化に目を輝かせていたのは日本人だけではなかった。フィギュアの本場ロシア。集まっていた女性たちの前にはおかえりなさいの文字が。私たち真央ファンクラブの現在のロゴです。フリーの演技をイメージして作ったの。実は彼女たち、ロシアで900人以上が在籍する浅田真央ファンクラブのメンバー。かねてからロシアでは真央ちゃん人気が加熱。好きな選手って誰ですか？真央さん。去年現地に入ったミスターサンデーはファンクラブも取材していた。マオが引退するなんて想像もできない。いなくなったらどうしたらいいの？その後浅田選手が休養中も復活を祈り活動を続けてきたというファンたち。スマートフォンに入れた写真はすでに今シーズンのものに更新されていた。リンクに立つ魔王を見るのが楽しみで楽しみで、もう幸せだわ。待ち焦がれた浅田選手の演技が始まった。トリプルアクセル綺麗に決まりました。イエス。復帰してから女性らしさが増したわ。本当そうよね、綺麗だわ。今の真央は精神的に全く違う感覚でいるのが見ていてわかります。精神的に前より落ち着いたんだと思う。実は中国メディアもこう表現している。浅田真央復帰、乙女から女神に生まれ変わったのを証明した。一方韓国の報道を見てみると、全体的には成熟した演技を披露し、表情からも自信がにじみ出ていた。余裕のある動作一つ一つが生き生きした表情を生み、リズミカルな振り付けに深みが増した。歴代で最もスマートなトリプルアクセル。
特に注目を集めたのはやはりトリプルアクセル。55.51。 2年前休養直前のシーズンではトリプルアクセルに挑むも減点が続いた。それでも飛び続けること15回、そのうち成功したのはわずか2回だった。それが今大会はトリプルアクセル決めた。トリプルアクセル綺麗に決まりました。連続成功を生んだわけとは一体。それを知る2枚の写真がある。トリプルアクセルも非常にキレが今ものすごくいいので、だからなんかこう、うん、なんか全体的に体も締まったような感じもありますよね。これが休養直前トリプルアクセルを跳ぶ浅田選手。そしてこちらが今シーズン、肩から腕周りの筋肉が明らかに増し力強さがみなぎっている。上半身、まあ、肩からその腕のあたりが発達することによって締める力っていうのが強くなると思います。ですからそれはどこに影響してくるかっていうと回転する速さですよね。あとはトリプルアクセルの場合は腕を後ろから前に使うので、後ろから前に、その時にやっぱり高さがやっぱり出ますよね。ですから、高さを出すことと、あとは回転することの、スピードを上げることができる。その分高さも出ているし、クリーンなトリプルアクセルにつながっているっていうふうに言っていいと思いますね。復活優勝、それはまさに世界も待っていた瞬間だった。会見では多数の海外メディアから質問が投げかけられた。After a couple of faltering slips, I suppose, during the performance, did you still think you'd win? 自分が予想していた演技ができなかったので、まあ、結果、まあ、優勝という形で終わることはできましたけど、私としては満足してないですね。ショートで恵子さんが待っている舞台を見たんですね。で、私も、まあ、日本代表の選手として、日本だけじゃなくて世界でこの日本のファンの素晴らしさを見ていただけたら嬉しいなと思って選びました。私自身も日本代表としてこのプログラムと和、まあ、をイメージした衣装で滑ることができてすごく嬉しいです。さすが佐野さん、見るとこ違いますね。でもこれ写真で比べると一目瞭然なんですけども、はい、もう休養前のこの肩と腕、うん、特に二の腕のあたりと、はい、見てください、この肩それから二の腕なんてこう筋骨隆々としてて、はい、たくましくなってますよ ね、 ね。だから武田さん、足じゃなくて肩とか腕なんですね。筋肉はつくとでも普通逆に優雅じゃなくなると思うんですけど、うん、それが演技には優雅になってますよね。おそらくだから体幹がものすごく強くなって高くスピードを増して安定感も出てきてると思うんですが、まあ、我々ちょっと気が早いですけど、はい、2018年のピョンチャン、はい、この金メダルものすごく気になるんですけど、はい、まあ、浅田選手としてはまだまだ納得いかないということで、はいはい、佐野さんに聞きました、はい、浅田選手の今後についてフィギュアスケート解説者の佐野さんですけれども、はい、自分の中での感覚的なズレを取り戻すことで最高難度のショートプログラムで完全なノーミスを目指すこと、うん、そうすると最強の浅田真央になるというふうに。ただ1年半ブランクがあって、はい、あと実戦をどんどん重ねていくとそれは戻ってくるわけじゃないですか、うん、はい、これ永井さん、やっぱりね、その休んでものすごいトレーニングされたのもありますけども、うん、気分的にもなんかリセットされた真央ちゃんっていう感じしません？あ、確かにそれは感じますね、うん、やっぱ25歳という非常に女性のこう微妙な体の体型とかも変わってくる時なんですよね、うん、そういう時にやはりこう自分なりというか、うん、まあ、どんな風にこう体を作っていくかというと、あとは精神力ですよ ね、 ね、だって心の底から戻ってきたかったって、はい、あんな厳しい世界にですよ、うん、さあ、そしてただ真央ちゃんにはですね、新たなライバルがどんどん出てきてまして。そうなんです、こちらの選手、はい、あれでしょ、浅田選手以外でトリプルアクセル跳べるんでしょ、はい、そうなんですよ、18歳ですよまだ。
まあでもどん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 若い人が出てきますよね、これはピョンチャンに向かってね。でも表情に余裕がすごく出てきてるので、うん、結構そのなんていうんですかね、同じ世代のライバルとは違う競い方ができるっていうのは、うん、浅田選手にとっては結構プラスじゃないですか、ね。まあ、演技の優雅さとかいろんな部分では違う戦い方がね、そうそうそう、今度できる。真央ちゃんでも大したもんですね、1年半休んでね。